ハンカチ差し出して、あそこに泣いてる子供がいたら、ベロベロバーベロベロバー、王将三部作、構成台本演出を務めたカート神奈川芸術劇場芸術監督の長塚圭史です。この王将という作品は、もともとこの劇場はこれからもっとこの地域の、県の皆様に、近隣の皆様にもっと開かれた劇場であろう、劇場がここにあることを知ってもらおう、そういう目的でこの劇場を開いていくっていうのが、僕が就任してからの一つのテーマなんですけれども、王将は、そのテーマに最も乗っ取ったものというか、アトリウムという吹き抜けの空間に特設劇場を作り、で劇場の外側にはフードカーを並べたり、皆さんある種のにぎわいができるような場所を作り、で劇場っていうのが、2階よりも上にあるのがこのカート神奈川芸術劇場ですけれども、思い切って広場へまで飛び出して、で多くの皆様の目につくようにお芝居を見てもらうだけでなく、あそこ劇場なんだっていうことを知ってもらう、でお芝居見に来てくださったお客様もいつもとルールの違う、何かこう閉じこもった場所じゃなくてバッと開かれちゃった場所で劇というものが開かれ、そこにお客さんが乗りかかって世界に没頭できたりする凄みを感じていただく、そういう企画でした。ところが、やはりまん延防止コロナの状況で、思い描いていた上演は叶いませんでした。フードカーのことはもちろんですが、劇場の周りもっともっとお客様がその特設劇場の楽屋や俳優たちが飛び出していくのをもっとそばに感じられるようにというふうに計画しておりましたが、それはなかなか叶いませんでした。ただ、そんな中でも上演することで、とても特殊な環境でありながらも、お客様はやっぱり大勢集まってくださいました。皆様が、演劇、芸術を求めているんだということがやっぱり改めてわかり、そのことが、特設劇場、周りからも見えちゃう劇場なんで、そういう思いがあるんだということが、おそらくこの劇場周りに来た方たちにも、あるいは劇場に別の目的で訪れた方たちにも伝わったんじゃないかなというふうに思います。劇場、演劇をやってるということがより身近に感じられる場所がそこにあったということは、何かそうやって僕らが劇を求めている様が一つ可視化されたというか、そういう光景だったんではないかなというふうには思っています。それでもやっぱり予定していたにぎわいというふうな形にはなりませんでした。ただカート神奈川芸術劇場は、あそこアトリウムにああした形で劇場を作り、お客様ともっと近い感覚でお芝居が上演されるというふうなことを、トライしてみることが一つできた。でこのことは、ある種貯金だと思うんですね。そのノウハウは僕ら得ることができたし、お客様はそのことできちんといろいろな音響ないろんな問題が あったにもかかわらず、そこにしっかりと乗っていただくことができたということが実証できた。これはまた数年後にコロナが明けた後にぜひ皆試してみたい、また必ず予定していたことをやってみたいというふうな一つの、思いにもつながったし、そういう成果、次につながる、貯金ができたんじゃないかなというふうに思ってます。こういう状況下の中でも、どうにかして作った作品が、それは必ず未来につながっていくと思うんですね。状況が許される限り僕らは創作を止めることなく、作品を発表し、でそのことでお客様が来てくださる、この状況を守れる範囲ではなくて、いずれそのこの状況を開けた時に、この状況下で作った、制作、それから、作品そのものの成果をもう一度見つめ直して、僕らは何をそこで見てきたか、体験してきたかをシェアし、ていければいいかなというふうに思っております。そのことはきっとまたいかなる状況が起きた時にも、劇場が続けていける力になると思います。
しっかりと、このコロナ禍でも起きたことを記録し、僕らの中に留めておいて、これから先の未来に生かしていければいいなというふうに考えております。ここでよろしいか。すいません、もう少し自然に。なえて、心から嬉しそうにと言うてますよ。難しいな。ちょっと待ってくれやつ。ここある、お前も入り。わては？あどうぞ、奥さん。たまえ、お前も一緒に並び。わては嫌や。さっか嫌にケンケンしぐさって。あお願いします。あの奥さんもお笑いくだすって。笑えようになってしまったそれやと泣いてるようですよ先生何抜かすこの嘘騙しやらへんと言うといて大倉クビにしとくないいきなり大手をやってたってほんまに悪いやつや先生待ちぼうけはひどいますきっと夜にあるっちゅうことやったさかい証拠の上村はんとこって菊岡先生と3人でアホみたいな顔して待ってましたそらそん前なんだしばらくああご苦労様坂田さんおめでとうよかったね先生その後は大変ご無沙汰いたしまして申し訳ございませんいやこちらこそ今日の将棋はお父っつぁんが勝ったんやあらへん関根藩の方で負けてくれはったんやないのもっぺん言うてみ怒ったらあかんわお父っつぁんわてお父っつぁんの子やよってこんなこと言うねんでそやよって早う言うてみと言うてるんじゃそんなら言うてあげるわ明日の話にしなはれいや言わしたり言いたいよねんさが言わしたりお父っつぁんそないに興奮せんと聞いてほしいわわてが一番悲しいのんはお父っつぁんの将棋に品がないことやお父っつぁんの駒はパチンパチンと音がする音がするのがいかんのかいお父っつぁんは対局してて関根藩の駒の打ち方に気がつかんのんか関根藩の駒には音がないこととも音がせえへん見てると駒が指の先から丸うなって出てくる打ち方で勝負が決まるかいそれだけを言うてるのやれへん盤に向かう態度や関根藩は泰然自若と両手をチーンと膝に置いていかにも落ち着いた形で座ってはるお父っつぁんはどうや羅生門の鬼みたいな顔してこないに肩を怒らして見るからにこちこちになってしもてるやないかその証拠にお父っつぁんの指先はいつでもブルブル震えてるわあの銀を置いた時はみんなどうやカタカタカタと震える音が座敷中に響いたやないかあの時ほんまに恥ずかしかったわいの将棋は命がけの将棋や一手一手が火の塊や駒が鳴るのは当たり前じゃい命がけが悪い中やないその激しさをもっとお腹の内に収めて刺さないかんと言うんやほたらわてと一心同体になってくれるちゅうねんなそうだす死ぬも生きるも先生と一緒だすおいおいそうかそこまであんたらが言うてくれるのやったらほたら先生ちょっと待っとくなれもっぺん将棋盤と相談してみるさでじらさんとはっきりしなはれなそういうことにしていただいたらどうだす、うん、大阪のお偉方や仲間内の皆がわてらみたいなもんを見込んでそない言うてくれあるお志はあだやおろそこには思いまへんほんなら先生決まりましたなちょっと待っとくれやすまだ高いな わてもこうなったら皆あんの熱に感激してと言いたいところ難しいこと言わないでよろしいかなただ一つ気になるのは関根藩との約束だす男と男が約束した以上大丈夫だすわてらが
責任を持って関根名人の方に渡りをつけます。ちょうどよ、金光が先生から話してもらった。そうや、うっかりしてた。ちょっと先生に相談してきました。金光が先生どこや。宮田、あの汽車に乗って東京行きましょう。なんだして。こうなったらもう東京へ喧嘩売るよりほか、お前東京へ乗り込んで近代将棋の奴らを投げ倒したればよ。えらい、よう言うた。それでこそ天下の王将や。見てけつかれ、大阪の坂田将棋がどないなもんか。見てけつかねえ。先生、やるからには真剣勝負だせ。天下分け目の王者だせ。よろしな。宮田、ステージ上へ行きまよ。はよ。ちょ、待ちなれ、待ちなれ、待ちなれ。行くからにはいろいろ段取る注文が甘さかい。そんなどうでもよろしい。菊池寛先生に頼んだらいつでも刺させてくれやります。いや、それにしても。ちょっと。あんた嫌ならわて、一人で行きま。あんた、ちょっと、先生。ちょっと。関西は関西で名人を立てて東西で争うじゃないかと嫌がる三吉をお立て上げて、三吉に名人を名乗らせてしまいました。ところがそれを将棋界は、将棋連盟はなんと無視しました。認めなかった。そうするとどうなるかというと、東西が真っ二つに断絶してしまったわけですから、関西の棋士たちは最先端を行く関東の棋士たちともう戦えないまま年月だけが過ぎていき、関西で頑張ったって団員はもらえない、名人になるチャンスもない。当然三吉を中心とした関西将棋界からどんどん人が逃げていきます。あれだけ三吉をおだて上げた連中も三吉を置いて東京へ駆け込んだ。三吉の将棋はもう古い。これだけのブランクがあったらもう東京将棋にかなうわけがない。誰のせいでそうなったのかなって放り投げてです。もうやけくそになった時、見上げた大阪の夜空に通天閣がそびえました。ギラギラ光る通天閣、それを見ていたらまたてっぺんを目指したくなった。またてっぺんの将棋を目指したくなった。そして久々に12年ぶりに勝負をすることになるんです。叶うわけがありません。もう三吉の喧嘩将棋はもう通用しなかった。リズメの近代将棋の時代になっていました。京都の天龍寺で完膚なきまでに打ちのめされた三吉は、その夜、もう将棋はやめると次女の貴美子に断言します。しかしふと目を離した隙に、三吉はまたさっき負けた将棋を見つめてる。将棋はおもろいな、将棋はすごいな、こんなおもろいもんやめたらわいわい生きてかれへん。やるぞ貴美子、わいわいやるぞ。そうして三吉、老年にしてまた新たなる将棋道へと歩み始めるのです。これが二番。ありがとうございます。君ちゃん、あんた再婚する気ないか。決対のことばかり知らん。森川藩はどうや。何を言うのや。あんたがその気やったらわて中へ入っても。知らん知らん、聞こえへん。あんたには森川藩の気持ち分かってるのやろ。なんぼ勧められても嫁はんをもらわん。あの人の気持ちが。あの人は将棋のことでいっぱいやねん。嫁はんどころやらへん。けど森川藩どないなってるねんやろ。ひっくり返ってるのと違うやろか。大丈夫や、木村藩が何クソと粘ってるねんやろ。今の話やけどな、わてはそうやないと思うな。新聞でも雑誌でもあの人が生まれ変わったように強なったんは戦争にいてきはったためや言うてるけど、わてはそれだけやないと睨んでるんや。あんたが新次郎はんと死に別れたということが
相当響いたと思うねん。そんなアホなことが。いや確かにそうや。わては女子の気持ちはもう一つようわからんけど、男の心理の鑑定には自信があるのや。心の内に燃やつくもんがないようになったことが、あの人にあれだけの馬力をかけさせた原動力や。わて、ほんま言うとここへアンさんと将棋を指しに来ましたんや。一つ腕試ししたろ思てな。苦しおました。あの桂馬の時はみんな頭が破裂そうになりました。だけどおもろまんな将棋は。つろうても苦しいても将棋はおもろい。こんなええもんはおまへんな。わてはつくづくもっぺん昔に帰りたいと思いましたわ。どうですか、一度大阪クラブあたりで一曲。東京の連中も喜んでお相手すると思いますよ。大げに。だけど、わてはもうあきまえ。時世に遅れてしもたんがよう分かりま。けど分かってながら、なんとかしてもっぺんちゅう気がどなしてもうせまへんのや。どないとしてそれを忘れるようにと、妙見派へお頼み申してますのやが、なかなか思い通りにしてくれありめ。つろうますわ。木村、わてはこの年になってもまだ毎晩名人戦の夢を見てますね。お心の内はよくわかりますが、名人争いばかりが将棋ではないでしょう。我々後輩どもは坂田さんがご自分の将棋の道をどこまでも突き止められて、勝敗を超えた立派な棋譜を残していってくださることを心から望んでいますが。棋譜見たらどうでもよろしい。わては勝負がしたいねや。あなたは一生勝負師ですね。わてはアンさんと将棋が指したい。なんでこないに年を取ってしもたん